はい、お待たせしました。ご紹介ありがとうございます。ですね、今回は、このようなタイトルでお話をさせていただきます。最初になんですが、このですね、文献とかですね、私がやってる取り組みっていうのは、横の方に詳しく書いております。で、講演スライドもですね、スライドシェアっていうところでアップをもうすでにしています。で、あとブログですね、私がですね、なかなかですね、こういうプレゼンテーションがですね、実はどんどん下手になってきてるんですけど、それはなぜかっていうとですね、授業を、講義をしなくなってきたんですね。で、講義をしないスタイルに切り替えていったことによって、どんどん講演が下手になっている自分を自覚してるんですけれど、まあそういうわけでですね、今日の内容をですね、ブログとかに載せてます。で、連絡質問もですね、E メール、Facebook、Twitter と受け付けてますので、どうぞよろしくお願いします。で、すでに予行を熟読されてしまった方、大変申し訳ございません。最初にですね、予行を事前に読んでない人を、前提にして、それに合わせて、今日の講演を調整しちゃったので、予行の内容のごく一部しか、紹介していません。で、繰り返しになりますが、ブログの方にですね、続きを展開していきますので、どうぞよろしくお願いします。ちなみにですね、このようなアプローチをですね、半反転授業というそうです。授業や講演でこう関心を引きつけた後にですね、復習で本題をこう話すというようなアプローチですので、まあ、ちょっと豆知識としてお持ち帰りいただけたらと思います。でですね、早速本題に入りたいと思います。じゃあまずそのアクティブラーニングをこうやろうと思ったそういう背景についてちょっとお話ししようと思うんですが、ですね、まあコンピュータシステムっていう科目を新規開講することになりまして、で、まあいろいろ事情があったんですけれど、カリキュラム上の要請でですね、まあベーシックなところをちょっとちゃんとそうプログラミング言語処理系とかオペレーティングシステムの詳しいところはいいので、ベーシックなところを抑えていきたいというような背景があります。でそこで、まあ、ベーシックなことって何だろうと思ったときに、まあ、原理だろうと。で、コンピューターシステムの原理を理解させるっていうのは一体どういうことなんだろうかというところをすごくよく考えるっていうふうになりました。で、まあ、じゃあそれを実現するにあたって反転授業とアクティブラーニングを採用したんですけれど、まあ、そもそもですね、反転授業とかアクティブラーニングって何っていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、そういうちょっと軽く説明した後で、じゃあなんで反転授業やアクティブラーニングを採用したのっていう話をしたいと思います。で、じゃあ原理を理解するっていうのはどういうことかっていうふうなのは、ものすごく悩んだんですけれど、結論を申し上げますと、基礎的な知識と直感的な理解、この2つでしょうと。で、この2つを重視した授業設計を、まあ、考案してですね、採用することになりました。で、これはちょっと後でご紹介します。じゃあ、その反転授業とアクティブラーニングって何かっていう話をちょっとかいつまんでお話ししますと、反転授業はですね、課外授業と授業の役割を反転させるっていう意味ですね。で、通常の授業ですと、まあ、基礎学習をその授業で、で、応用問題を宿題でやるわけなんですけど、それを反転させるというところがポイントです。で、まあ、そのアクティブラーニングっていうのは、その生徒や学生による主体的、能動的な学習を中心とする教授モデルっていうのは、先ほど溝上先生の定義もありましたが、それとは違う、僕が勝手に考えた定義なんですけれど、そういうふうに思ってます。で、反転授業とアクティブラーニングはですね、まあ、基本的には個別に適用するんですけれど、まあ、併用することもまあできるでしょうと。で、ただし、併用はまあちょっと高度で難しいというような感じですね。で、反転授業やアクティブラーニングをですね、ありきで私は授業をこういうふうにしようと思ったわけじゃないんですね。で、
数年にわたって授業コンセプトをこうずっと練り上げていったときに、まあ、反転授業やアクティブラーニングを採用することっていうのが、まあ、最善だというふうに至ったからです。で、まあ、いろんな条件が整ってて、詳しくはまあブログの方に書いてあるんですが、一番のポイントはやはり自ら学ぶ力を習得させたいというところですね。で、まあ、ちょっと長々と書いてるんですけど、技術、特に、私が扱っているのは情報教育の部分、情報教育というかですね、そういう部分なんですが、プログラミングとかですね、そういうところなんですけれど、まあ、その陳腐化がやっぱり技術は早いというところで、コンピューターの技術はもう日進月歩ですと。で、常に学び続けるっていう姿勢を身につけないとですね、ダメです。なので、そういうところですね。で、あとですね、いつか独り立ちしなきゃいけないというところも思いとしてはあります。なので、自力で学び続けることができるように育てたいっていうのが、私がこの授業で一番大事にしたいなというふうに思った、そういうところです。というわけで、それをですね、実際に教育工学に基づいてこうやるとですね、まあ、どうなるかっていう、どういうふうに実現されるかっていうと、まあ、専門用語でスカッフォールディングとフェイリングっていうんですよ。要は足場を作って足場を外すっていう流れですね。最初は積極的に学習を支援します。で、授業の最初の方では例えば動画とかテキストとかですね、それもすごい丁寧に作ってですね、教材を充実させて、とにかく助走をつけると。で、その後で、足場を外します。上達がしてきたらですね、だんだん支援がいらなくなるので、あえてどんどん支援を外して、すごい素っ気ない授業にしたんですね。で、調べ学習をウェイトを増やしていくっていうところをちょっと授業全体15回の授業をそういうふうに構成しました。じゃあ、話を元に戻して、原理を理解させるっていうところで、そのポイントは基礎知識と直感的な理解というふうに言いましたが、それをですね、もうちょっと明確に定義すると、基礎知識っていうのは、まあ、専門用語とその意味を対応づけて説明できることだっていうふうに私は考えました。一方で直感的な理解っていうのは、これ難しいんですけど、悩んだんですけど、まあ、原理に基づいて動作を説明できるっていうこと、それからあと専門用語同士の関連をですね、を関連付けて説明できる。この2つがこの分野においては多分ポイントだろうというふうに私は解釈しました。じゃあそれをちょっと1個ずつ説明していきたいと思います。で、まずその基礎知識はどうやって覚えさせるかっていうとですね、基本的には用語をひたすら暗記させるっていう、ものすごいベーシックな今までやられてたのと何ら変わりのない詰め込み型の授業をしてます。で、まあ単語帳みたいなのをイメージするといいと思うんですけど、まあ用語とですね、概念をこう意味、用語概念とはそういうものと意味をこう対象付けたような単語帳みたいなのがいっぱいあるような感じですね。で、それをまあ最終的には覚えるっていう作業に落とし込むんですけれど、それをですね、その整理として2つ、その知識っていう面と、その暗記すべき項目っていう2系統の情報があるなというふうに思いまして、で、それぞれを足場を作って、で、だんだん足場を外していくっていうふうに組み立てました。で、知識のところはですね、最初はですね、すごいバカ丁寧にですね、要点をまとめたテキストとか、それ専用のですね、そういうのを作るんですね。で、すごいバカ丁寧にやるんですけど、それがですね、まあ、教科書みたいな感じで他の情報も多く含むようなノイズがいっぱい入っているような、そういうテキストでものすごいページ数があるようなやつにだんだんなっていって、で、最終的にはウェブで調べてねっていう感じに落とし込む。で、暗記すべき項目についても、最初は小テストの例、こんな感じで小テスト出すよっていうのを丁寧にこう説明してですね、それ小テスト例を配ったりするんですけど、それがですね、もう最後の方はそっけなくキーワード調べておいてで終わっちゃいます。で、それをですね、じゃあその基
基礎知識だけでは、その専門用語とその意味が分かってるだけでは、浅い理解でしかないというふうに思うので、その深い理解につなげるために直感的な理解っていうのを必要であるというふうに考えて、その原理に基づいて動作できるっていうのがまずポイントの一つかなというところで、そこのところを、ちょっと考えました。でこれちょっと英語で恐縮なんですけど、ですね、私が国際会議とかで発表してきた資料です。で、それでですね、コンピューターの動作原理をどういうふうに教えるかっていうのを一応研究をですね、まあ日本の研究が割と中心だったんですけど、一通り調べたんですね。そうしたら大体大きく分けて4つに分類されるっていうことが分かりました。で、それはですね、この4タイプですね。アドバンストオーガナイザーアプローチっていうのと、ロールプレイングワークショップアプローチっていうのと、シミュレーテッドバーチャルマシンアプローチっていうのと、リアルマシンアプローチ。これ全部僕が勝手に名付けたので、まあ適当なんですけれど、ですね、アドバンスオーガナイザーっていうのは、一言で言うと、なんか例えですね、身近ななんか事例とかに置き換えて、そのコンピューターの動作原理ってね、こういう、例えばこういうことなんだよというような感じですね。で、この、事例に挙がってたのは、当時はそのワープロっていうのが、ワープロ専用機っていうのがあった時代にですね、そのワープロ専用機はこう、まあみんな学生は知ってるだろうと。で、それを前提にして、ワープロ専用機でこういうようなことっていうのは、実はコンピューターの動作原理っていうことで考えると、こういうことなんだよみたいな感じで、テキストを作りましたっていう事例があったので、まあそれをちょっとそのかっこよくアドバンスオーガナイザーって、これなんか教育の方面のですね、用語なんですけど、それを命名しました。で、2番目は私が採用した方法で、なりきる、コンピューターになりきるっていうことで、やる方法。これは後で説明します。で、3つ目はですね、シミュレーターでこう、3つ目と4つ目は実際のコンピューターを触らせるんですけど、3つ目がシミュレーターでやりますっていうやつで、4つ目は実機でやりますっていうやつです。要はマイコンをですね、マイクロコンピューターのやつを使って、で、それで、プログラム実習させるっていうのが4番で、それをまあパソコン上のシミュレーターでやりますみたいなのが3番です。じゃあ、そのロールプレイングワークショップアプローチっていうのを私が採用したので、それをちょっと紹介したいと思います。MIT でですね、随分昔のやつなんですけど、そういうのがありましたというところで、まあちょっと仮想舞踏会的な感じなんですけど、これにちょっと着想を得てですね、私なりに、ちょっとモデルにしたのはまあこういうやつです。で、まあ仮想舞踏会いらないなというふうに思ったので、
あの仮想はいらない。で、あのシンプルにするために、まあ、Z80 なんていう古い化石みたいな CPU を持ち出してですね、でそれであの初心者向けの Z80 のインストラクションマニュアルなんかを渡して、でこういうそのなんかレジスターの、あのセットのやつを渡して、それであのプログラム実行させる、機械ごとアセンブリーゲームで書いたプログラム実行させる、でそれをグループワークでやるみたいな、そんな授業をこれちょっとやってみました。で、そうしたんですね。でこれはですね、何の狙いでそもそもやってるかっていうと、その結局コンピューターってすごい進歩してきていて、もうさっき言ったように日進月歩なんですけれど、あの結構ですね、コンピューターの一番根幹の原理になる部分っていうのは案外変わってないというふうに私は思ってて、でそこのところをその一番シンプルなところでこう学ばせようっていう狙いが一つ。もう一つはですね、プログラミングが苦手な子っていうのがやっぱり多いので、そのプログラミングが苦手な子がどうしてダメなんだろうと、どうして苦手なんだろうっていうのを観察してると、どうもですね、こういうレベルのその CPU がこうやってメモリにアクセスして、それでこうなんか読み取って、それをプログラム読んで、データ読んで、それでデータ書き込んでみたいな、そういうのがイメージできないんですね、どうやら。あの字面だけでこう追ってって、それでなんか文字が間違ってる間違ってないっていうのをこうしらみつぶしに探して、それであのデバッグしてるっていうのがどうやら観察して分かったので、まあこういうところをですね、あのよく見たらいいかなというふうに思って作りました。で余談なんですけど、まあそれのですね、一個次の単元でですね、 C 言語を Z80 のアセンブリ言語にコンパイルするような C 言語のプログラムですね、そういうような原理を解説したやつをあの Kita っていうサイトで、公開しました。あの、まあ、公開するのは目的じゃなかったんですけど、まあ、ついでに公開して、まあ、公開しても差し支えなかったので公開したんですね。そしたら公開した週の週間ランキングでなぜか2位を取ってですね、21世紀なのになぜ Z80 を受けたんだという謎の現象が起こったんですけど、これってですね、あのまあ案外ですね、こういうレベルの話っていうのはあの知らない IT 系、特に IT 系に就職、組み込み系はもちろんこういうの分かってるんですけど、 IT 系に行っている人っていうのは案外こういうのをですね、ちゃんと踏まえずにあのそれでこうやっちゃってるところがあるんですね。プログラミング日夜なんかよく分かんないライブラリを使ってよく分かんないプログラミングをしてるっていうような、そういう方がどうも多いらしいと。で案外こういうレベルで こんな仕組みなんですよっていうのを解説するとですね、案外受けてしまったというような、そういう興味深いようなあの現象も生じました。で、最後にですね、その専門用語同士の関連付けで、説明できるっていうようなことに対してはどんな感じでやったかっていうと、まあ、あのメタファーを用いて概念を関連付けるってことをしました。で例えばですね、あのマルチタスクっていうのがあります。で、それをですね、身近な例に例えさせるんですね。でそれをこう効果的にするためにこんな感じで授業を組み立てたんですけど、まず最初にマルチタスクに関連するキーワードを、まあ、調べさせたんですね。これは、まあ、あのとりあえず丸暗記でいいですというような感じで、プリエンプションとかですね、ラウンドロビンスケジューリング、優先度スケジューリングとか、そういうのをまあちょっと調べてもらって、で、あとそれと並行して、マルチタスクに近い身近な例を挙げさせるっていうような、そういうその演習も加えました。で、そうするとですね、まあ例えば料理とかですね、まあ典型的な料理とか事務作業とかですね、まあそんな例が上がってきます。で、その次の回の、そういうのをまず最初第一段階でやっといて、その次の回がポイントなんですけど、その調べたこういうキーワード、1番で調べたキーワードを、2番がですね、あの各自で挙げた身近な例で用いて説明させるっていうようなことをさせました。で、あの事務作業におけるプリエンプションってどういうことかというのを、例えばあの、まあ、模範回答としては事務員が現在行っている作業を上司がですね、強制的に中断させる。これは、まあ、まさにプリエンプションです。というような感じで、あのこの用語の意味をですね、説明される。これは、あの今はですね、あの専門分野が、まあ、マルチタスクなので、オペレーティングシステムについて知らない人はですね、これ何のこと言ってるかチンプンカンプンだと思うんですけど、この基本的な考え方は、多分他の分野でも応用できて、いけるかなというふうに思います。
というわけで、学生の学習意欲を強く喚起できましたというところがすごい、得られたことです。で、それをですねブログで書いてますという話と、でまあここ横にはですねもっといっぱいいろいろ書いたんでぜひ読んでくださいっていう話を紹介して、もしそういうこういうのに興味を持った人はですねぜひコンタクトいただけたらというふうに思っています。というわけで質問をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。